こんにちは。今日2022年の10月5日ですね。ちょっと、あれですね、自転車で、ちょっとね、働く場所、求人のしてる、なんかこう、店ないかなっていろいろ探してました。足で。まあ、昨日言ってた、あれですね、こう、2個目の100時間の職場っていうのが、もうなんかちょっと定員が埋まっちゃったってみたいで、できない、もう、申し込みできなかったんですよ。だから今、面接のこう結果待ちの50時間のところだけで、まあ50時間だとやっぱ足りないから、第二の職場、まあ、あと50時間、まあ合計やっぱり100時間ぐらいにしてどういいかな。ちょっといい感じのとこないか、ちょっといろいろね、ちょっと自転車で回ってました。まあちょっとね、俺ちょっと足使って調べるタイプなんで、まあ自転車でちょっとね、こう、いろいろ、まあできるだけ近場がいいから、まあちょっといろんなね、求人ないかなとこうちょっと店見て、回ってる。ちょっと今休憩してました。今ね、ちょっとね、こう、事務手続き関連のね、ことで、ちょっとあるところに電話したんですよ。で、俺なんかこう、ちょっとごめんね、顔とアップで、ちょっと声がよく聞こえるように。まあね、こういう事務手続きとかさ、まあ役職関係とか、そういうなんかこう、事務連絡とか、なんかこう、やっぱりなんかね、なんかもともと、多分子供の頃からのなんか、増えての部分でね、なんかこう、怖いんですよね、電話とかするのが。なんかわかんないけど、多分自分の、多分常識があんまないから、そのなんかこう、なんかあべこべなこと言っちゃうんじゃないかとか、こうすげえなんか低レベルなことをこう分かんなくて、こう確認してこう恥かくんじゃないかとか、なんかこう多分自分がなんかこう自分のダメさというか、自分のね、なんかこう恥ずかしさとか、そういうのを目の当たりしてこう傷つくのが怖いから、多分行動移せないのかな、怖いから事務のね、事務の連絡とか、やんなきゃいけない連絡をね、こう確認とか、こう、できないのかなって、本当に社会人としてなんかこう、失格の部分があったんだけど、でもなんかね、やっぱこう、思い切ってこう、よし、ちょっと電話しようと思って、こう、電話して、こう、確認してやると、別になんてことはない、こう、別に全然うまくいくんだよね。その、やっぱり、行動を起こしてみれば、全然うまくいくんだよね。なんであんなに、ビクビク、不安で怯えてたのかなっていうぐらい。だからさ、やっぱり自分でね、こう、まあ思い込みによってね、こう、なんかの難易度を、本当は難易度2とかなのに、自分の中で10とかにしちゃってるのかもしれないね。だから、やっぱりこう怖いけど、まあ行動を起こす前は怖いけど、やっぱ思い切って、やっぱ行動を起こしてみるべきなんだね、多分人間ってね。それによってやっぱ、あ、なんか、そんなに怖がることなかったじゃんって、そこで、こう、成功体験がね、こう、ちょっとずつ、あ、首痛くなってきた。ちょっとね、周りの、景色映さないようにしてんだけど、あ、首痛い。そういうね、ちょっとした、こう、まあ、些細なね、ささやかな、こう、成功体験を積み重ねていくことで、こう、社会適合していけると思うし、やっぱこう、まあね、まあ、ニート引きこもり不登校の人も、やっぱそういうところから、こう、始めていくといいのかもね。こう、なんか、もう完全に多分、自信を失い切ってしまってると思うので、まあ俺もそうだったから、それで社会に出ていけなくなっちゃってるから、なんかちょっとしたね、本当に、些細な、ちょっとした勇気を出せばこう、行動を出せるところから、まあゴミ捨て行くとか、近所の人に挨拶してみるとか、まあそういうところから、本当に、まあ、ちょっと頑張れば乗り越えられるハードルをちょっと設定して、ちょっと頑張って行動を起こしてみて、あ、なんかできるじゃん、できるじゃんみたいな、なんかそういう、その喜びってやっぱ成功体験だと思うから、それによってなんか、なんかね、過去のね、辛い出来事、過去の辛い出来事によって、こう、失ってきてしまった自信を、ちょっとずつこう、まあ、それこそその尊厳というかね、それを回復させていくことで、多分、人って立ち直っていけるのかなと思うんだよね。ということで、今ね、ちょっとこう、やんなきゃいけない事務の電話をね、ちょっと頑張って、勇気出して、まあやって確認できて、ああよかったって感じで、全然普通にねできるじゃんみたいな感じで、こうその頑張ったとこをやっぱ気持ちがパーってね開けるような感じになるから、
って感じ、ちょっとね些細なことだけど動画に撮っておきました。はい、いやーちょっとね、自転車でいろいろちょっと回ったんだけど、なかなか、そもそも募集かけてるとこ自体少なかった。うん、ちょっと甘く見てた。うん。うん、まあ、ちょっとね、少しあの関係ないとことかもちょっと、あの、散策しちゃったんだけど、まぁ、ちょっとね、まあ、うん。まぁ、食探し、ちょっと引き続き、やっていこうと思います。まあ、今日ね、ちょっとこういう感じの動画だけで終わってしまって申し訳ないんで、ちょっとまあ、少しトレーニングしようかなっていう感じで。